い、こんにちは。ジェントフィットネスの元気大橋です。いつもご視聴ありがとうございます。フレームイン、今日はね、アメリカン横丁に来ております。違うか、アメア横丁か。上野駅、御徒町駅の間にある、まあ、商店街なのかな、まあ、横丁、まあもう昔からね、ずっとある賑やかな通りになっております。で、今日はね、一瞬ちょっとここをね、元ちゃんのぶらり旅ということで散歩したいんですけども、まあ、一緒に今日散歩する新人のたっちゃんでございます。山田です。くるりんぱあったー。それ帽子どうしたんですか？これはね、あの読売東京ジャイアンツとのコラボレーションモデル。ジェントフィットネスと読売ジャイアンツ優勝記念モデル G って書いてある。そう、これちょっとジェントのキャップで新しく販売しますので、9月29日オンセール。この色はね、黒はもう今売り切れになってるのかな。これ元ちゃんが一応ね、これ欲しいっつって作ってもらったデザインになりますので、みんなチェックしてください。それじゃあ、リキさん、ちょっと歩いていきましょうか。ブラッとしましょうかね。元ちゃんの散歩開始。ポッポッシュポッポッシュポッシュポッジェントフィットネスの T シャツ作ってるところです。ここでね、ジェントの T シャツはここで作ってますんで、はい、ここも1分で完成しちゃいますから、こういうなんかお土産にはいいですよね、外国の観光客のお客さんは ね。やっぱり基本的にやっぱりこういう衣類もそうだし、食品もそうだし、もう飲み屋がもうすごい。大統領っていう飲み屋知ってますかね、皆さん。僕もお酒飲んでた頃はよく大統領っていう、まあ、お店に行ったりしてね、そこも昼間から満席なんですよ。ほとんど座れないから、立ちで飲んで席が空いたら移動するみたいな。お父さん、メロンください。緑、赤、緑でやってます。緑、はい、1本100円だった。これね、メロン、肩メロンになりたいからね。肩メロン、やっぱメロン食べないと肩メロンにはなれないからね。だよね、リー君。チーム肩メロンだ。うまい、うまっ、うまっ。久しぶりに食ったわ。食べやすく切ってもらって、うん、もうちょっと減量なんで、カメラマンにあげます。うまいよ。あ、ほぼ水分ですか。うまいっすね。メロン。どっちの音だこれ。3000だよ。6000円って書いてありますよ。いきなり半額だから。すごい、ほら見て。魚くんいたらもうギョギョギョでしょ、これ。面白いお店始めたよ。始めた。始めたんですか。見つけたよ。で恋が始まる。タピオカが今流行りのね。ABC マートさんの本店があるんですね。そうなんすか。店員さんの声がもう。はい、先は十枚セレブ。喉がすごいじゃん。年末。ごった返すからね、人で歩けないですよ。歩けない。土日の新しいアトラクションができたディズニーランドみたいです。ウニも1000円。ウニも1000円。ウニも1000円。マグロは？マグロも1000円にしよう。買いたいけどなぁ。でもえ、これ1000円ですか？いやいや、在庫も少ないからマグロ全部って違うもんだらけ。マグロ1000円？1000でいい。無理に。これなんか保冷剤とかあるんですか？あ、氷ならいっぱいあるよ。あ、本当ですか？これいっぱいだけじゃん。無理に買っていこうかな。3つ1人1個ずつですよ。これって、これ何グラムだろう？これで、いや、ここに書いてある。340。結構あるよ。切り落としじゃないから。味見いいですか？どうぞ。これ食べて食べて、美味しいよ。ドライオレンジ。ドライオレンジ。うまい。噛めば噛むほどのやつだ。ピスタチオの？ピスタチオ。うまっ。美味しいわ。ピスタチオうまっ。
美味しいですよ。美味しいです。はい、ここは中田商店さん、まあまさにねアーミーですよ。でここってなんかあれですか、本当のアーミーの米軍放出品、米軍放出品、米軍が使わなくなったやつかな、よくわかんないですけど、これも本当に米軍の放出品ですよ。そうですね。じゃあ使ってたのもあるんだろう。あ、たまにですよ。渋い。あずみさん、見つけましたよ。ラグラン。いろんな種類あるんで。好きですね、あずみさん、このラグランスタイル。ムツゴロウじゃないと。ロンドンスポーツです。これね、僕が高校時代、よく着てました。安いんすよ。ポロシャツ。ドイツ代表ですよ。980円だから。スペイン代表。1000円。フェルナンド・トーレス。井上さんもお菓子好き、2キロ菓子好きだと思うんですけど、町岡か。で僕、やっぱり2キロ菓子育ちなんで、で、僕がね、小学校の時に、中学校か、職業体験するじゃないですか。2キロ菓子だったんですよ。棚卸とか。店員さん。そう、店員さんやって、で、おかんとか、ね、親父とか買いに来たりして、最後ステーキの丼でごちそうしてもらうっていうマジな話で、僕、まあ、井上さんも好きだと思うんだけど、僕の方が好きだと思う、昔はここじゃオーストラリアだったんですよ、修学旅行が。そこでファームステイした時に毎晩出てきたのがティムタム。オーストラリアオーストラリアですもんね。そうそう、もうティムタムもう何個食ったかあの時。僕の好きなハリボーはこれね、このバラエティパックなんだけど、これが好きなのはこのマシュマロのやつ。マシュマロとグミがくっついてるやつが超好き。見つけちゃってる。グミ好きにはたまんないね、これ。村瀬さんもグミ好きなんですか？もうちょっとハリボーからのね、スポンサーもちょっとぜひお願いします。僕はカムカムシリーズで、相当僕らグミ食ってますからね。グミ中毒ですね。精神安定剤グミがね、グミがね、オートミールといえばこの人ですよね。そう なんて名前でしたっけ。オートミールさんです。ここはね、ほんとカーブアップコーナーです。正直見てこの和菓子、ほら宇治と草餅、絶対うまいでしょ、これ見たね。寝張らない時の塩まんじゅう。これはね、パンプ前に当日おすすめのやつ。よく駄菓子屋である棒刺して当たって赤い、先じゃ赤いのついてるやつじゃない、なんかもっとベターな元祖からありそうなきな粉。このラスクね、僕一番好きなやつ。フランスの色合いのラスクあるじゃないですか。 あ、はい、あれじゃないですよ、僕好きなの。このラスクが一番好きなんだよ、僕。この初めて見た黄色い雑な、これ超好き。買おうかな。これめっちゃうまいやつっす。ガムっぽいじゃないですか。はい、あれなんですよ、チューイングキャンディ。トーマスのチューイングキャンディって言ったら知ってます、これ。これやばいっす。うますぎて飲み込んでましたもん。もう麻薬ですからね。うまいわ、やっぱ俺これだね。一番好きだったのはたこ焼き味。皆さんは何、サラダ、チーズ、コンポタージュ。僕はこれでしたね。ちょっと行ってみます。3階バスケットボールコーナー。スポーツ屋の匂いってありますか？ありますかね。最近ね、長い靴下流行ってくるね。NBS か。ジェレミー・ブエンディアが来てて、みんながこぞって買ったっていうレブロン・ジェームスのジャージ。ジャージね。オレリア2ね。知ってます？これはね、当時のスパイクで DS ライト、6の DS ライトか、このモレリアしか僕は破壊に履きませんでした。なぜなら軽いから。10年経った今もまだあるんですよ、このモレリアが。今もうマジックテープついてるんだ。当時この辺からしか折り返せなかったんだ。でこう洗濯バサミで固定して置いてたっていう。最後高校サッカーの選手権の時に履いてたのがこれ。これが一番軽いから、これ履いてました。
あ、こういうことね、こういうことね。氷があるんだ。あ、そういうことか。これ、ニキさん頼んだやつ。ウサンミツ。ウサンミツね。水平方向って、こういうことか。いただきます。うめえ。もうシンプルだね、これ、本当に。あ、三つもシンプルっすね。交流会、はい、させていただきましたね。南越谷で、はいはい、無限鉄板無限でやらせていただきまして、まあ、多くの方に本当に満員定員のね、定員を満員の方に本当にありがとうございました。もうその説はで、やっぱり今回お酒も飲み放題ということでお客様にご提供させていただいて、結構飲んでましたね。僕らも結構飲んじゃった。そうっすね。やっぱりお酒また1個あるとね、こうわっとみんながお客さん同士でも仲良くなっていただいたり、そう、お客さん同士のね、まあ、もう結構広がってましたよね。やっぱりね、まあ、お酒が全てじゃないんですけど、やっぱそれちょっとね、お酒がワンクッションあることでまたグッとこうコミュニケーションも取れるようになってきますので、本当にみんなからいい会でした、会でした、楽しかったですよっていう声をいただいてね、またやりたいなというふうに純粋に思いましたので、またちょっと11月、まあ、年末年始でね、何もなくなれば、大会も何もなくなればまた開催できると思うので、その時はね、ぜひ武道館でみんなでやりたいなと思ってますので、まだ早いかな、ちょっと規模でかいかな。そうですね、いつかは武道館でねやりたいなと思っておりますので、その時はまたぜひよろしくお願いいたします。いや、久しぶりになんか今日雨横を歩きましたけど、やっぱ活気ありますね。だいぶっすね、ちょっと疲れちゃうぐらい。そう、結構どこも映したいポイントばかりだったんで疲れましたね。ちょっと疲れちゃったですね。そうで、最後入ったかき氷屋さんのお店でうさぎカフェっていうところだったんですけども、うん、そこでかき氷食べてちょっとゆっくりしてね。そう、うん、で今に至るわけですけどもね、まあいいですね、こういうのも。まあたまにはね、今日天気良かったし、うん、気持ちいいっすよね。ね、見てくださいこれ。どこ、ここ、どこなの。上の池の旗でしたっけ、ここなんでしたっけ。ね、よくあの辺でね、桜の季節あそこに屋台いっぱい出て、僕もよく来ますよ、テスト G 連れて。あ、今日なんか散歩してましたね。 それがあの辺なんで、まあぶらり旅、まあ、ちょっとこういうローカルエリアでもね、秋葉から近かったし ね、 ここね、そうそうそう、この辺もやっぱね、我々のテリトリーのテリトリーですもんね、行動範囲の中にある町でありますので、ね、ルールします。また筋トレ動画なんかも、まあ、懲りずに上げてきますので、皆さん今後ともジェントフィットネス、そしてダンディ村田もチャンネルやってますから ねよろしくお願いいたします。ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日もこれアップするのがいつかな、週末かな、またね月曜日も皆さん元気に会社だったりいろいろお仕事頑張っていきましょう